テックマ。テックマ研究所。皆さんこんにちは。テックマ研究所社長のレンチュルです。今日もご視聴ありがとうございます。今回は夏休み自由研究のまとめです。それでは改めて本日のテーマはこちらです。重さ、スタミナ、攻撃力を5段階にランク分けしました。その結果を一覧表にするとこんな感じになります。おお、すごい。でも数字がいっぱいすぎて一つ一つじっくり見ないとそれぞれのペッコマの特徴正直よくわかんないですね。これそうなんですよね。そこでレーダーチャートを使ってみましょう。トパチル君、早速準備よろしく頼むよ。はい、かしこまりました。それではテッコマそれぞれの特徴を見ていきましょう。最初はピンクストラッシュです。丸ピンだとお皿の上を暴れないので攻撃力が低くなるんですよね。カウンター攻撃とスタミナによるスピンフィニッシュ勝利、これがピンクストラッシュの武器ですね。次はハザードダークです。プッシュピンを軸先に使うとお皿の上を暴れ回るようになるので攻撃力が高くなりますね。軽いので弾き飛ばされやすいという欠点がありますが、それでもスタミナを武器にした連続攻撃、これがハザードダークの特徴といえますね。続いてレインボーダッシュです。重たい上に暴れ回るので驚異的ですね。一撃必殺の攻撃がレインボーダッシュの武器です。スタミナが少ないので短期決戦型のアタックタイプと言えますね。次はグリーンファイヤーです。レーダーチャートの形がハザードダークと同じなので特徴も似ています。つまりスタミナを武器にした連続攻撃、これが持ち味になります。ただハザードダークより少し重いのでバランスが良く使い勝手のいいペッコマになっています。続いてミラクルライトです。スタミナ攻撃力ともに低いのですが、重くて尖ったブレードの威力、これが驚異的です。カウンター攻撃による豪快なオーバーフィニッシュ勝利、これがミラクルライトの魅力になります。最後にホワイトカイザーです。プッシュピンなのでお皿の上をよく暴れ回ります。また重さ、スタミナともに比較的高いです。長い時間高い攻撃力を維持できる、このバランスの良さがホワイトカイザーの武器ですね。各テッコマの特徴をレーダーチャートにしたのがこちらです。いいですね。ピンクストラッシュとミラクルライトはどちらもカウンター攻撃が得意ですが、ピンクストラッシュはスタミナで粘る、ミラクルライトは重さを生かした強烈カウンター攻撃で相手をお皿の外へぶっ飛ばす、こんな特徴がレーダーチャートによく出ていますね。ハザードダークとグリーンファイヤーはどちらもスタミナを生かした長時間の連続攻撃、これが武器ですよね。レインボーダッシュは短期決戦型のアタックタイプらしく、スタミナが少なく重たい特徴がレーダーチャートによく現れています。ホワイトカイザーは全体的に能力が高いことがよくわかりますね。重さ、スタミナともに3あるのはこれだけです。数字だけの一覧表よりこの方がペッコマそれぞれの特徴が分かりやすいですね。そうです、その通り。せっかくのデータも並べただけじゃそれぞれピンときません。このように図にすると新しい発見があるかもしれません。これで夏休み自由研究企画は完結となります。最後に一つ問題です。このビーズはどちらの手に隠れるでしょうか。いきますよ。どっちだどっちだどっちだ、ほい。3、2、1。正解はこちらです。わかったかな。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。